メインイベントは一味違う。テキストはね、面白いっすよね。お、新キャラ？プロテクト Z スマイル。おいおい、進化したマスクデスミスさんの力を舐めんなよ。強いな、こいつ。足か？チャージショット。あれ、聞かへん。逃げまーす。あ、なんか倒せた一発で。何やったやろ。もう岩沢さん近いね。カメラちょっと気をつけて。いいっすね、いい気持ちっすね。先にアトラクションを楽しんできたんか。そうなんや。特に意外でもないわっていうね。なんか鏡に向かってお前は誰だって問い続けると精神崩壊するらしいですよ。僕はやったことあるけど、特に精神は崩壊しなかったけどね。これ迷いの森的な感じ。このなんか扉ごとに絵があるんかな。敵ぬかい。おお、ヘッドショットお腹であったやつ。あー、岩猿さんが言ってたから正面向いてる絵を探せばいいのかな。はい、はい、怪我あったな。あー、お前か。倒し方分からへんねんな。分からへん、こいつ。あー、このなんかあれか、電気ショットやったら倒せるんか。血液1個使うと電気ショットになるんですよね。はい、基本的に高いところはもう来ようってって思ってる。来たか。はい、ジャンピングエクセレント。キラーテッドジャンピングエクセレント。トロビスさん、何やそのポーズ。荒ぶる鷹のポーズやな。臓器売買が表なんや。じゃあ裏相当やばいんやな。はい。ああ、それはちょっと危ないよ。カーティス、ちょっと胸くそ悪いね。何タモタもらえたん。カーティス割と渋い見た目してたのにロリコンやったんか。どうかと思うね。お、お、交渉モードに入った。誰かいるんか。どういうことどういうこと。なんで、何今のカットいらんやろ。ガルシアン・スミスはなんでそのシステム知ってんねん。アトラクションごとにたまたまがあるってことかな。おっと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 。トラベスさん、すごいポーズしてる。あ、敵が近づいてる。トラベスさん、めっちゃ陽気やけど。どうした？お、マスクでスミスやったら入るんちゃう？問題ないよ、もう仮装してるなもんやろ。仮装の達人。ああ、言ってくれた。ねえ、マスクは反則っすよね、こんな仮装みたいなもんよ。ミステリーハウス、インフォメーション。こっから先はガキの遊び場で。ガキに変えた方がいいかな。
コンさんなんか子供らしいんですよね、設定見たら。全然見た目子供じゃないような、こいつめっちゃやんちゃな若者って感じするけど、まあ殺し屋的に考えたら若い方か。これがキラーセブン最弱の男よ。死体回収してきます。特徴的なところが弱点なんやな。うん、なるほど、コンさんじゃないと通れへんな。謎スタイリッシュ。地獄迷路を突破してみんかい。関西弁やな。はい、なんこれ、ひび割れてるやん。こんな力技で通る迷路ある？インフォメーション、クソネズミをぶち殺さんかい。いっぱい敵いそうやから、まあなんでいいか。なんで急に看板が関西弁になったんやろ。終わり？あ、できた。回収します。何これ、なんか始まったんやけど。ちょっと待って、これカエデスミスのラインじゃない？今日は普通の服着てんな。遊園地プロゴルさせやがってよ。これで敵いんの？ゲイ、エクセレント。そういうことね。インフォメーション、地獄場所渡ってみんかい。ファイヤー、ウィンドリングある。来た、正解持ってたんやな。誰かいる。あ、ジグザグ倉庫。ちょっと待って。やられた。ジェットストリームアタック仕掛けてくるからな。今でいいんか。銃乱射して倒そう。来るか。おい、来いよ。あ、こうへんだ。あ、いつもの少年。あ、これちょっと夢壊れちゃうんちゃう。石坂ランド、ほう、セラミックスマイル。あ、スピード勝負なんかな。ほう、マジで。最近僕のハートね、朝倉徹ちゃんにね奪われてるからね。僕のハートを朝倉徹ちゃんから奪い返せるかな。セラミックスマイルやったっけ。じっくり狙ってるとやから、まあこれも混んでいいんかな。銃乱射して倒せるんじゃない。インフォメーション、鬼ゴリラを退治せんかい。はい、あ、でも最低限狙わなあかんぽいな。回転でいこう。はい、それや。なんで今回こんな関西弁なん。それや、ええ感じやで工藤。ええ調子やで、ちゃんちょでかした。やばい、悲願寺も始まってしまった。エクセレント。これ何が難しかったん？
なんかエセ関西弁話すと関西人は嫌がるとか言うのあるけど、別にそんな嫌がらないよっていうね、聞いてて逆に面白いよっていう。セラミックスマイル、こいつから急いだぞ、あのお前のハート落ちるんだよ、はいはい、スピード勝負なら負けねえぜ。でも深追いすんだって言ってたよな。スピードアップ、デンジャース、うひょー、この足の速さよ、追いついたぜ。あ、普通に触れたらあかんのか。深追いすんだってこういうことかな。ほい、なるほど、今の今狙いだよ、よかったよな。あなたのハートを打ち抜いてやるわ。はい、一撃。やこの迷宮の番人やったな、天使がいる。何あいつ、たまたまか銃か選べって感じ。どうも、小村でーす。アークエンジェル、あ、両方くれんの。魔獣が復活した、たまたまを譲る受けた。おお、何もあったやろ。エグゼイト、この奥に門番いるんですよね。たまたま持ってきました、ゲートマン。早く早く、こいつずっと使い回しやね、セリフ。もしかしてロボットなんじゃね。失礼します。どこ見てんのあいつ。よし、行きましょう。さあ、子供いるかな。入れた、どこどこ。これど、カメラどこから置いてんの。綺麗な色をしてるんだ。正義のヒーローっぽいんだ。でもね、びっくりするよ、綺麗な色がなくなったんだ。鎧を破壊して中身を倒せって感じかな。まあね、大人は嘘をつく生き物やからね。バスク・デ・スミスかな、この破壊力で鎧を破壊しようって感じ。ヒーローといえばマスク・デ・スミスさんやしな。します、ミスリル・スマイル、あれヒーローか。はい、属性、ほら、雷属性や、効かねえ。はい、ピンク、なんか弱点表示されてるな、狙うか。その鎧を剥ぎ取ってやんよ。あ、取れた。え、何が強かったか分からへんだな。単純にあれかな、鎧のところはダメージ取らへんだっていう、そういう敵かな。ほら、門番通らせていただくぞ。これで次ボス戦かな。カーチェス、ダンで言ったろ、ダンを殺したと言われてる男カーチェス、これが俺の復讐だ。うわ、カラフル、どうもトラビスさん。ペトロは国会のシンジケートに資金を流していた。こいつが金に手をつけた。シアトル自衛団は血の結束を誓っていた。裏切り者は死の制裁で処分する。ダンはペトロにはめられたべ。ブラックマネーを表しようと流して、カーティに住ませてたな、追跡したべ。これはあれかな、カーティス今回倒して、まあ、最終的な復讐相手はペドロってやつなんやな。ダンさんのバックボーンが分かってきたで。ダンさん全然喋らへんけど、一応こいつ1話で喋ってるから喋れんこともないんやと思うけどね。眩しいよ、どうした。あ、僕のスターの輝きに身をやられてしまったのかい。
丸見えだよ。スポットライトを浴びせればいいやな。こいつが僕を助けてるのは結構あれやな、口癖的な感じやからあんま意識しちゃんでええやん。スポットライト当たってる時に狙えばいいのね。誰あれ、なんか怖くない？あいつホラー始まった。怖い怖い怖い。あれは可愛い部類ではない。あ、でも足いいね。顔がね。あ、日本語や。あれ、美里さん？美里さん何やってんの？エヴァンゲリオンの。世界観。僕、カーティス相手だと、うわぁ、ちょ、強い。くそ、やかん、キャットファイトや、これは。あれ、ライトあるところだけ当たり判定あるんかな？てか、見えるんかな？すごい、なんやろ、斬新。うわ、早いな、ほんま。難しくね？当たった。すげえすげえ。あいついい銃持ってんな。いい足も持ってるし、いい銃も持ってんな。いや、これあれやね。そんな狙ってられへんから、連射の方がいいな。結構シリアスな敵と戦う予定できた方がいいな。どこや？あ、そっか。当たらねえ。ライトの近くにいた方がいいな。ライト言うてもデスノートの主人公じゃないよ。基本ね、敵の銃弾避けることこのゲームできないんで、ね、うわ6つ。あいつこのゲーム内で一番の機動力を持ってんな。来たな、そこよ。あかん、コーンあかんわ。あ、楓さん胸から弾閉じ出してる。弾取り出してる。セクシー。はい、いいっすね。いや、楓さんで正解だ、これは。ああ、美里さんそんな色っぽい声出せんの。あいつ足速くなってたか、実は。難しいな、なかなか。ナイス。なかなか体力あるやんけ。あいつ割と耐久力あるわ。ちょっと高火力でダメージ食らしたろ。食らえ。ほら、あー、弾速がない。ヒーロー対決よ。やっぱヒーローよ、時代は。この辺かな。あ、当たった。ちょっと待って、死んだところ見せてくれへん。はい、どうなる。あ、怖い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 。めっちゃ怖いやん、あいつ。あ、でも動きかわいい。あ、パンチラいただきましたね。あのスカートどうなってんねや。ね、これどういうこと。キラーセブンは見逃すの、あいつ。何やったんや、一体。今までで一番意味わからん。あ、よかった。あ、出たな、ペドロ。ここはムービーなく終わったら僕語ることないところだったわ。If you're looking to play doubles, go find someone else, all right? Do I look like a guy who wants to play doubles? あ、ペドロとこいつは敵対関係にあんの？あ、カーティスと、カーティスに殺されんの、ペドロ。ペトロが僕カーティス雇ってる系やと思ってたわ。カーティス働くね。キラーセブンと違ってめっちゃ殺し屋してるやん。とりあえずありがとうございました。今回じゃあこの辺にしときましょうか。今ちょっとウィキ見てきたんですけど、今回のストーリーはまあカーティスってやつを倒すストーリーらしいんですけど、まあ、カーティスとペドロは、非合法の臓器売買マーケットをしたんですよね。で、ペドロがカーティスを裏切って、臓器売買の市場を独占してたらしいんですよ。
無事切れたカーティスが臓器売買のその会社を襲撃したんが冒頭のあのムービーですね。カーティスが虐殺したところ、あれなんかめっちゃ悪い会社だったみたいですね。でもともとカーティスも仲間やったんやけど、勝手になんか裏切られて市場独占されたから虐殺行為を行ったってことですね。で最後にペドロも殺したと。で今回の殺戮を受けて政府がキラーセブンにカーティスの殺しを依頼したと。でまあセブンティーンは、遊園地、あのカーティスの隠れ家と言われている遊園地に来たわけですね。で最後いきなり出てきたあいつね、さっき戦った謎のなんか頭でかい女の子、アヤメブラックバーンらしいんですけど、あいつカーティスのマナ弟子らしいですね。で次回またあれやね、新しいカーティスの基地行くんかなというところで、まあ、今回はなんかうまいことカーティスに逃げられたらしいですわ。あのアヤメブラックバーンの策略によってね、策略というか時間稼ぎによってね、アヤメブラックバーンも倒せてへんしなっていう。あいつ顔人形なんかな、アヤメブラックバーン。どうなんでしょう。まあ、次回楽しみにやっていきましょう。いやー濃いやつできたな。日本語喋るしなあいつ。びっくりしたわ。はい、ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。